でその3の図なんですが、僕は疲れた云々はどうでもいいんですけれども、とても大事なことがありまして、これはもう言っていいと思うんですが、今日そのことで安倍総理とも電話でお話をいたしました。と言いますのは、その一番最初のきっかけっていうのはサンフランシスコの学会なんですけれども、これはもうこの番組ご覧の方はご存知の人多いと思うんですが、毎年12月にアメリカ・サンフランシスコで AGU アメリカン・ゼオ・フィジカル・ユニオンっていう、アメリカ地球物理学連合っていう世界最大級の地球科学、資源を含めた地球科学の学会がありまして、そこに毎年僕と青山千春博士が行き、特に青山千春博士はもちろん毎年メタンハイドレートの世界のトップランナーの一人として発表し、僕も2回英語で発表してます。でその毎年12月にシスコに現れるってことをご存知になったこの番組も多分通じてたと思うんですが、このシスコの近くの日本人の普通の主婦の方々、本当に偏りのない普通の主婦の方ですね、共通してるのはすごい明るい前向きな性格を持っていらっしゃる方が多いということぐらいで、こう思想とかそういうことも何か特定の偏りがある方じゃない普通の主婦の方が、おそらくこの番組も含めて僕の拙い発信に関心をお持ちになっていて、この主婦の方々とは食事会をやろうということになってですね、その食事会をやってるうちに、全く講演会などをやったこともないこの主婦の方々が完全なボランティアで、不詳僕の話を地元の、アメリカで住んでらっしゃる日本人の方々が中心に聞いてもらうという講演会をお考えになるようになりまして、で当然全て本当のボランティアですから、僕たちの方もそれに協力するために太平洋を往復する飛行機代は僕も青山千春博士も、それから今年ですと独立総合研究所の研究員も行きましたが、それは全部私たちの自己負担で行くというふうにしまして、この主婦の方々が一番最初の人々ですから、この方々についてはこれからもそういうふうに交通費を私たちが持ったりするような協力はいたします。これこの機会に申したいんですが、それを全部に当てはめてくれっていうご要望も来ないわけじゃないんですが、これはもう全く無理です。ということはもう僕らはどこにも行けなくなっちゃいますから、ご無理のない範囲内でお考えいただければと思います。話を元に戻すとですね、その去年だからその講演会が実現したんですけど、去年から今年の1年の間で実はすごく状況悪化したんですよね。これも私たち日本国民の側が第二次安倍政権も含めて何か変なことをしたっていうのでは本当は全然なくて、中国韓国がはっきりと勝手に反日工作をどんどん激化させ、嘘も本当に嘘を重ねたことが進行してます。現在進行形ですね。ご承知の通り、このアメリカの西海岸、サンフランシスコに近いところで、このサンノゼからももちろん近いグランデールというところでは、全くのでっち上げの実在しない少女像なるものがアメリカの地方議員の卑しさ、票になれば何でもやると、韓国の方々は帰化する人も多い。日本人はアメリカに行ってもほとんど帰化しませんけれども、帰化すると票になるから、それにおもねて全く実在してない少女を実在したかのように見せかけて、像のその少女なるものの顔が、表情がですね、いかにも悲しそうにしてやるっていうのが、これがもう本当に卑しい、これを作った人もそこに置こうとした人もそれを置くことを認めたアメリカの地方議員も含めて、本当に人間の心の一番卑しいところを逆に見せつけられるような、そういう意味で実は本当に悲しい像なわけですが、それは日本でもある程度報道されてます。グランデールっていう、田舎町の名前も耳にされた方多いと思うんですが、ところが実際はアメリカの西海岸を含めた全米の状況っていうのはもっと深刻な事態が実は進行してて、それが中国韓国の親御さんたちの子弟子どもたち、子どもたちは親の言うことに動かされてっていうか、親の言うことだから信じて。僕は子どもに責任はないっていう安直な言い方は好きじゃないんですけれども、実際にその子どもの問題ではないのに、その子どもたちが日本人の子どもに陰惨ないじめを行っていて、でそれも人口が、日本人口っていうのは人口じゃなくて人数ですね、この場合は。アメリカにいらっしゃる日本人の数がどんどん減っていくのに、中国韓国の人々は爆発的に増えて。例えばアメリカのロサンゼルス郡でいうと日本の人々が大体10万前後で、中国韓国を合わせると60万70万にもなってしまっているという現実があってですね、そういう多勢に無勢の中ではこういじめられている子が自らこう戦ったり、あるいは親にちゃんと打ち明けて、親は例えば日本のアメリカにいる外交官、例えば総領事であったりそういう人に訴えて、ちゃんとこれが問題化されて、学校にもそれがフィードバックされて、こう取り組みが行われるってことがほとんどできない。むしろいじめられてる子がこう何とか親に訴えても、僕のことが分かるようにしないで、私のことが、私がこうやって言ったってことはバレないようにしてっていうふうに言われて、親もそれで苦しんで身動き取れないでいる。だから安倍総理を含め日本政府にもその話がちゃんと伝わっていないし、親と子どもが現地で苦しんでるだけに終わっているという状況があります。でしたがって今回日帰りでなかった最大の理由というのが、大人向けの講演をする前に現地の中学生高校生たち、それは日本人の子弟だけではなくて中韓の子どもたち、あるいはアメリカ人の子どもたちに向けても話をするということのために参りました。でその翌日に、大人たちに対して講演していると、午後1時に始めたのが気が付いたら午後6時15分になってて、5時間15分になって、もういい加減この辺で切り上げようということになったんですが、これ答えるって番組なんで、じゃあ子どもたちに何を話したのか、その大人たちに何を話したのかっていうのは時間的にちょっともう無理ですよね。質問に答える番組なんで、だからすいません、これ変に支えをかけるって意味じゃなくて、他のメディアで関西テレビの水曜アンカーなどである程度話しましたから、それでこう足りないところとか、あるいはそのアンカー見れないんで教えてほしいというご質問がありましたら、それにお答えしたいと思います。ただ私たちが知るべきなのは、日本人の子供が中韓の子供たちに唾をかけられてる、顔に直接唾をかけられたり、唾じゃなくて唾ですね、唾をかけられたり、あるいは実際に後ろからドーンと突き倒されたり、それから蹴られたり、それから理由もなく殴られたりっていう暴行、事件と言わざるを得ないような状況もあり、それから言葉の、その前段としても、その暴行が来られてる途中でも言葉の暴力もあって、それが例えば日本人は中国人を虐殺したんだってことを知ってんのかとか、竹島、韓国では勝手にこれをトクトと呼んでますが、それを日本人が盗んだことを知ってるかとか、こういう言葉を子どもが言うってことは、親の言葉がその背景にあり、その親の言葉の背景には中国韓国の政府としての取り組みとしての反日工作があるってことはこれで分かるわけですが。でそういうことから始まって、例えば「ドラえもん」は韓国のアニメなのに日本人が盗んで真似したというようなことを浴びせかけて、日本人は臭いとか、これちょっとアンカーでは言えなかったけど、日本人はうんちを食べているとか、そしてお母さんに日本人と遊ぶなと言われたとか、こういう、いじめが行われている。日本国内のいじめとまた全く質が違う陰惨さがあると。日本国内のいじめも実はいじめられた子が死に追いやられるっていうこともあるぐらいですから、誠に陰惨なものが今でもあるわけですけれども、でもそれとまた違う、つまり外国の子どもの集団によって日本人であるというだけで、どんな子どもでもいじめられるという、私たち日本国民としては絶対捨ておけない状況が今アメリカをはじめ国際社会で進行している。これは先ほどなぜ主婦の方々のお話をしたかというと、その主婦の方々の最初のさりげない志から、例えば僕はこういう事実を現地で知ることができた。そして僕の発信は拙いですけれども、関西テレビの水曜アンカーであったり、このチャンネル桜のおかげで皆さんにこうやって発信できたりする、この広がりが大事なんですよね。でその上で今日安倍総理にお話をいたしたのは、一国民の提案として少なくとも全米に12もある総領事館にいずれも専用の窓口を作り、名乗り出れない状況に追い込まれている親御さんや子どもたちがしっかりと専門家に相談できると窓口を作ってください。単なる見せかけの調査ではなくて、そういうところから実態を把握し、これは日本国政府の責任としてこのいじめに立ち向かうべきだということを、まずは安倍総理にささやかに提案いたしました。で同時に大事なのは日本の歴史の教育の根源的な見直しですよね。つまり子どもに相談された親御さん、例えばそのサンノゼを中心としたあなたにいらっしゃる親御さんというのは、例えばハイテク企業に関わっている方のような優秀な技術者の方も多いわけですけれども、僕もそういう方々もここにいらっしゃる井上さんもカメラマンの皆さんも実は同じ教育を受けてて、日本は悪者だったという教育をこう受けてるわけですから。でしたがって、子どもに相談されたその在米邦人日本人の方がいや学校でそう教わったし、これはどこに答えればいいのかって思ってると、子どもがじゃあみんなの中間の子ども、あるいはそれに悪乗りをした一部のアメリカの子どもまで言ってる方が正しいのかというふうにより追い込まれてしまうという現実がありますから、根本的にはまず日本国内の教科書も含めた歴史教育の見直しを完全と毅然とやらなきゃいけない。第二次安倍政権は今集団的自衛権の行使であったり、あるいは6月に成長戦略の改定もしなきゃいけないから大変なのは分かっていますが、まずファーストステップとしていじめられている子どもや親御さんがちゃんと事実を明らかにできる窓口を総領事館に特に作ってください。でこれを外務省に任せるんじゃなくて、官邸がリーダーシップを持ってやってくださいということを提案いたしました。少しでもこれが前に進むことを、安倍総理がどういうふうにお答えになったかというのは、安倍総理に公開するということを申してませんから全部は明らかにできませんが、しかしすぐに安倍総理が動き始められた。安倍さんは必ずしも僕の話を愉快に聞かれたわけじゃない、正直申すと電話の感じだけですけども不快そうに聞かれました。それは当然ですよ。さっき言いました集団的自衛権とか成長戦略の改定でいっぱいのところにまたこういう苦しい話が来るわけですからね。でも思い出せば硫黄島の我が自衛隊の滑走路の引き剥がしも含めて英霊の方々を全員取り返すということについても、最初話した時は第一次安倍政権で松岡農水大臣が首をつった翌日ってこともあって、安倍さんは今なぜその硫黄島の話を俺にするのか、俺が青山さんに聞きたいのはそうじゃなくて、現職閣僚が首をつった中でも外交は冷静にやりたいから、例えば日米日露日中日韓の話を聞きたいのにと当時は非常に不愉快そうに怒って、その時は部屋を出て行かれたってことがあったわけですけど、ところが安倍さんという人はある意味不思議な人で、そうだったのにきちんと覚えてらっしゃって、特に野党時代僕の話が本当かどうかを全部調べ上げられて、今硫黄島の滑走路の引き剥がしや英霊を取り返すことに取り組んでらっしゃる。それを今日ふと思い出しました。したがってこの私たちの大切な未来の宝の日本人の子弟が中間の反日構成じゃなくて工作という最も本当に人間の長い歴史の中でも最もアンフェアな一つだと僕は考えていますが、それによっていじめを受けるっていうことに、官邸を含め日本国全体として立ち向かうきっかけになってくれればと願っています。じゃあそのさっき言った通り、現地の中高生にどんな話をしたか、もしご関心のある方、あるいは大人たちと一緒に考えた5時間15分で何を例えば話したのかということをお知りになりたい場合はまた質問をお寄せください。じゃあ番組の趣旨として、やっぱ今日も質問に答えていきたいんですが、残り時間はあと5時間ぐらいあるそうですと言いたいところですが、あと7分になっちゃった。すいません。でもね、これは多分この番組見てくださる方なら理解していただけると思うんです。この海外にいる日本人の子弟がいじめられてる、陰惨ないじめに遭ってる、その根っこに不当な反日工作があるってことだけはですね、番組の趣旨がどうであっても皆さんこれだけは今日お伝えしなきゃいけなかったんで、理解してください。できれば理解してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。